本日のメインテーマに参りたいんですね。はい、人間が生きる上で一番必要なものは何か、私は空気だと思います。麻生大臣、人間が生きる上で2番目に大切なもの、何だと思われますか。麻生財務大臣。2番目、私はこの種のわけのわからない質問が来たときには答えることは一つなんで、人間で生きていくに大事なことは、朝は希望を持って目覚め、昼は懸命に働き、夜は感謝とともに眠る、この気持ちだと思っています。